部長です。紬だよ。積んだもんなのだ。娯楽室ができたのは大きいね。まだ床が汚いのだ。それも人が増えたから徐々に解決していくだろう。もうそろそろ得意、不得意をちゃんと見極めた方がいいね。そうだな。うっか、お腹が痛い。どうした？当たったみたい。何に当たったのだ。普通の簡単な食事を食べただけなのに。誰が作ったやつだ？あんただろ。そうか。えっ、火事だ。早く消さないと。ブブッ、おい。とりあえず紬は何もしなくていい。 Exactly。 でも早く消さないと。もう消えるから心配するな。なのだ。こっちの部屋は私が。 Leave it to me。 とりあえず消えたな。椅子がなくなってしまったのだ。ごめん、おい。汚いのだ。しばらくは無理するな。バーイ。もうすぐ娯楽室の床が終わる。ようやくなのだ。そういえば、紬大丈夫か？もうとっくに治ってるよ。でも娯楽室も綺麗になってよかった。あとテレビ欲しいな。そのうち開発してやるのだ。チェスもいつまでも食堂に置いておくわけにはいかないな。ちょっとずつ充実してきたね。植樹が完成したのだ。やった。これで木を植えられる。どこに植えるのか決めてあるのか？飼育ゾーンの近くにちゃんと確保してある。次は何が欲しいのだ？スリコー栽培機で頼む。これで冬でも食べ物が育てられるね。気が早いのだ。研究が終わってからなのだ。でも楽しみ。水耕栽培機も研究が終わったのだ。早いね。場所は用意してあるから、あとは設置だな。次はどうするのだ？そうだな。もうそろそろマイクロエレクトロニクスもありだが、ここはこれからのことも考え、デビルストランドで行こう。分かったのだ。防具用の植物だよね。もうそろそろ防衛も意識をしないとな。この人数と武器じゃ心もとないね。さて、もうそろそろ水耕栽培機の設置にかかろうか。やった。その前に太陽灯を設置しないとな。植物の育成には太陽の力が必要なのだ。そうだね。問題は電力だが、地熱発電が2つあるから大丈夫だろう。1つで地熱発電機の3分の2も電力を食うのだ。結構大変だな。そして水耕栽培機の設置だ。太陽灯の周りに配置する形で。コンポーネントを使うのであまり作りすぎないように。でもこれで冬を乗り越えやすくなりそう。この辺りが整えば拠点としてはかなり充実だな。脱出まで近づいてきたのだ。あまり襲撃もないし、いい感じだね。あとは脱出に向けて準備を整えていくフェーズに入れそうだな。正直わからないのだ。どうなんだろうね。平和だと思ってたのに。暴走したネズミだな。紬、倒してくるのだ。うん、私がやるしかないのか。ちょっと様子を見てみよう。余談がいる。倒してくれないかな。やってくれたね。ラッキー。紬は運がいいのだ。確かに2回目だな。そのうち本気でやらないといけない気が来るのかな。 Thank you for waiting。よかったな。農業に励むのだ。たまには他の人も手伝ってほしいけど。僕は結構運ぶの手伝ってるのだ。人には適材適所があるからな。今回私が一番真面目な気がする。デビルストランドも研究が終わったのだ。早い。まさに適材適所なのだ。次をどうするかだが、精密工作機械で行こう。分かったのだ。だんだん武装化が進んでいくね。もうそろそろ脱出向けのことも考えるべきだが。そのうち遠征もしないといけないのだ。そのための研究も必要なのだ。うん、そうだね。おっと、また救出のクエストだ。紬が行くんだろう。そうだね。できれば医療ができる人物が欲しいが。今はまだ人を選ばなくていいんじゃない？わかった、紬に任せる。もうそろそろ人を選ぶべきなのだ。今回は少し遠そう。遠くても行くんだろう。そうなんだけどね。 3.1 日か。でも行ってくるよ。メンバーは？動物を連れて行っていいぞ。じゃ、荷物運び用のマスパロー。私は当然として。あとストーン、ジョーついてきてくれる？ Sure。
じゃあこのメンバーで行くよ。あととりあえず食料は多めにもらっていくね。これだけあれば大丈夫かな。念のため精米と薬も持っていけばいい。まあ頑張るのだ。くん。そして相変わらず腐るとか出るのだ。多分大丈夫だから行ってくるよ。もうそろそろ水耕栽培機ゾーンも完成だな。これで紬も喜ぶのだ。いつも何かしらのイベント時は紬がいないんだ。あいつは外で遊ぶのが根本的に好きなんだ。そうなのか。まあ人助けもしたいんだろうなのだ。脱出や戦闘を考えればまだ人は必要だな。ようやく拠点の外壁ができそうだ。長かったのだ。まだ個室側の壁が終わっていないが大枠は完成だ。ここまで1年ちょっと。オリバーも頑張ってくれたおかげだな。 My pleasure。 あとは床とか綺麗にしていけば立派な拠点なのだ。一応研究専用の部屋も準備中だから荷物を移したらそっちでやってくれ。分かったのだ。ようやく落ち着いて研究できそうなのだ。また研究が終わったのだ。早いな。次をどうすべきか。ドラッグの研究をしてもらおう。分かったのだ。医薬品や麻酔も最終的に作れるようにしておきたいしな。まだまだ研究すべきことはあるのだ。全て研究しなくても大丈夫だとは思うがな。ところで紬たちは大丈夫なのか。もうしばらくしたら現地に着きそうだな。着いたよ。画面をこっちにもらうね。さて要求助手の位置は Over there。 マップの中央付近にいるね。大した怪我はしてないみたい。能力がいまいちなのは後で突っ込まれるかな。 Don't worry。 そうだね。周り降りもできるしこの点はいいかな。では助けに行く準備。今助けるから待っててね。ジョーも武装は解除してね。 I understand。 今から向かうから待っててね。少し食料が心もとないけどちゃんとした食料はマッファローが運んでくれてるから大丈夫かな。よし救助完了。 Thanks。 メンバーになった。あとは帰るだけ。帰りは 2.4 日で帰れるのか。 Not bad。特に捨てる必要はないね。 Let's go home now。 わかったわかった。持ち帰るべきものもない。じゃあ出発するよ。 Yeah。 Thank you for waiting。 ようやく研究室ができたのだ。少し暗いのと床が汚いのは気になるのだ。とはいえ、これまでうるさかった作業部屋からは脱出できたろう。その点に関しては素直に嬉しいのだ。今後は防衛を本格的に考えないとな。任せとけなのだ。きっちり研究で成果を出すのだ。頼んだぞ。しかし余剰電力もなくなってきたし新しい発電も考えねば。さて余っていた部屋だが服と武器置き場にしよう。服はわかるのだが武器は必要なのかなのだ。一旦ここにしまうことにして防衛用の拠点を別で作り最終的にはそちらに配置することにしようと思う。それまでのつなぎということなのだな。そういうことだ。ようやく拠点の外壁がすべて完成しそうだ。やったなのだ。 I got it。 これで大体の建築は終わったな。これからどうするのだ。やはり資材集めに向かわないといけないだろう。人数を増やしているのもそのためなのだ。そうだな。これからは人選しつつ人も集めないといけない。紬は誰でも助けてしまうのでたまには僕が行かないといけないのだ。ちなみに研究が終わったのだ。ではキャラバンで外出することを考え非常用食品に取り掛かってくれ。分かったのだ。これから先はさらに時間がかかりそうだ。戻ってきたよ。 I'm home。 お帰り。お帰りなのだ。医務室にベッドが準備してあるからそこを使ってくれ。 Thanks。そうか、新人に食料を届けてやろうか。部長、
意外に優しいね。現状維持に特化したやつがいないのは致命的だからな。今のメンバーでは俺が一番だしな。うん、やっぱりお医者さん欲しいよね。医療器具とか薬は開発できるようになるのだが、実際の治療は別物なのだ。非常用食品も完成なのだ。今回研究がはかどってるね。他の優先を落としてるからな。紬のリクエストに応えテレビを作ってやるのだ。やった。でもここって電波届くのかな。突然だがパーティーをするのだ。いいね。新人も来たしちょうどいいタイミングか。 Wonderful. The plan is perfect. ではオリバーの部屋に集まるか。 Why my room? オリバー、そう言わないで。言い出しっぺのズンダモンがまだ来てないな。そのうち来るんじゃない。言い出したのはいいけど、まだ仕事が終わってなかったのだ。早く行かないと。まあ、ズンダモンがいないが初めておるか。賛成。 Cheers. 乾杯。乾杯。たまには話してる内容を見てみよう。部長、昔手術で出ましたの？昔な。茶番はいいのだ。とりあえず今回はここまでだ。よかったら高評価、チャンネル登録をよろしく。遅れて残念。車掌は冗談まじりの挨拶と笑い声のせかけ出したミルキーウェイ、予定の時刻通りメトロポリス、汽車から見下ろす煙を出して